佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。さてもう6月に入りました。まあ6月といったら皆さん何を思い浮かべますかね。まあ私はですね、まあ6月の生物生き物といったら、まあちょっとカエル、アマガエルについてなんですけれども、一時期そうですね、あのアマガエルを飼ってる時がありまして、まあ、なんで飼ってたかっていうのは、まあ、ちょっと先の話になっちゃうんですけれども、あの妹 の、 あの夏休みの宿題で、あの理科の自由研究で、あのアマガエルについて調べるっていうのがあって、でまあ飼ってた時期があるんですね。ですごくびっくりしたのが、アマガエルってこう結構緑色のイメージがあったんですけど、結構いろんな色というか、その場所によってあの色が違うんですね。例えば葉っぱにの緑の葉っぱに近いアマガエルだと緑色の、アマガエルで、土とかそういう枯葉とかに近いところにいる、アマガエルはちょっと茶色なんですよ。でよくこう調べてみると、あのその場所にこう対応してというか、天敵にこう食べられないように、あの自分の体の色を変えるらしいんですね。すごいなと思いまして、そういうこう何て言うんですかね、の能力って言ったらいいんですかね、すごいなと思いました。でその実験の中では、紙コップとかにこう色紙、折り紙とか色のついた折り紙とかをにこう巻きつけてアマガエルを入れておくと、その色に、あの例えばピンクだったらちょっと薄いピンク色になったりとかもするらしいんですよ。すごいですよね。まあなんでね、なんであまり、ちょっとこれがすごく感動したので、ちょっとね皆さんにお伝えしました。はい。で、まあ梅雨の時の、体調管理もね、結構寒暖差激しいですので、ぜひ皆さん体調管理には気をつけていただければなと思います。さてこのあたりでちらっとね、自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては、地上波のドラマのエキストラとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで、カタカナ佐藤美斗というネットアイドルという設定の中、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。詳しくは佐藤美斗オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。また昨年11月より豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。どうか皆さんアルカディア号のホームページのチェックもお願いいたします。それでは最初のコーナーは、ミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきます。まあ、毎度のことですけれども、ドラマ等の出演に関して守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、ご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目はですね、日本テレビ水曜22時から、放送されている、ドラマに参加させていただきました。こうカフェの中でのシーンだったんですけれども、こうあのちょっと参加させていただいている立場からも、あのこう反応をしなきゃいけない、主役の方々が、出演者の方々が演技されているのをこう聞いて見て、こう反応、私たちも反応しなきゃいけないというシーンだったんですけれども、やはりあのなかなかあまりオーバーにしないように、なおかつ、無表情であったりこう動かないとか、そういうのではなく、こう、ちょっと難しい調節というか、そうですね、微妙なラインであのリアクションするっていうのがやはりちょっと難しかったかなというふうに思います。はい。で続いてはですね、テレビ朝日さんの、そうですね、ドラマにが放送されまして、これがですね、あの多分前回もお伝えしたかなと思うんですけれども、あの駅員さんの
役で参加させていただきました。でもうオンエアはですね、なんと本当に1日しか撮影ですね参加させていただいたんですけれども、この1日だけでオンエアではすごく私もたくさん映らせていただきました。本当にありがとうございます。家族もですねすごく喜んでくださって、喜んでもらえて、すごく父もすごい好きなドラマですので、はい、非常に私も嬉しかったです。見ていて結構な秒数私の顔がこう映っていて、で長回しというか結構ワンカットが長い撮影だったので、かなり緊張してる顔が出てしまっていて、いやもうまだまだだなっていう風に感じました。はい、本当なかなかこうワンカット長いシーンってあまりなかったので、わあすごいなっていう風に、まあ、そのね撮影現場でもすごく思ってましたので、はい、またこういう撮影の機会があればあまり緊張の顔を見せずに頑張っていこうと思います。はい、で続いてはですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナで佐藤水戸が毎月第1第3金曜日夜23時から放送中ということで、この番組冒頭では申し上げましたけれども、まあ、ゲーム配信をねさせて、ゲーム配信、そうですね、ネット配信番組をさせていただいております。今のキャラとは全然違う感じで番組持たせていただいておりますので、本当にこう毎回毎回やっていくたんびに新しい見てくださる方が増えてきていて、で佐藤水戸のツイッターはあるんですけれども、そのフォロワーもこうちょっとずつ伸びていって、見てくださっている方がいるんだなっていうふうにすごく毎回思います。はい、すごく嬉しいです。でどういう映画出てるのとかこう聞いてくださる方もいらっしゃって、でこう予告編とかご覧になっている方もいらっしゃるみたいで、この作品良かったよとか、この作品すごく気になるっていう方がコメントでこう言ってくださる方もいらっしゃって、非常に嬉しいです。はい、もう本当に継続は力なりっていう言葉がぴったりなのかなっていうふうに思います。はい、引き続き頑張りたいと思います。そしてこちらもね、番組冒頭でも申し上げましたが、豪華クルーザーアルカディア号イメージキャラクターを務めさせていただいております。東京ベイトロットクルーズホームページとアルカディア号でアルカディア佐藤美久で検索していただけますと、私の、乗船リポートなどが上がっておりますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。はい、すごく豪華なクルーザーとなっております。そして、続いてはですね、ドットエールプラス、こちらはね継続中ということで、でそうですね、ダウンロード、アプリをダウンロードするのは無料になっておりますので、ぜひそちらダウンロードしていただいて、検索でひらがな佐藤美久を検索していただけますと、私のアカウントが出てまいりますので、ぜひ皆さんたくさんのエールボタン、応援ボタンをですね押していただければなと思います。そして私の事務所の先輩佐々木千秋さんもですね、ドットエールプラス、アカウントを持っておりますので、ぜひぜひ千秋さんの方もチェックしていただければなと思います。そして、映像演技ワークショップ、毎月3回スキルと、そして自覚アップの時間ということで、もう本当にもう毎回毎回勉強です。もう演技に勉強しないなんてもう本当一生ないなと思います。毎回毎回やっぱり自分の中でも成長したなっていう部分もありますし、まだまだ頑張っていかなきゃいけない部分たくさんあるなっていうところもありますので、まあ、自分のちょっと悪い部分の性格をちょっと改善していかなきゃいけないなというふうに毎回感じております。でもスキルアップはできてるんじゃないかなというふうに私の、ね、勝手な考えですけれども、ちょっとずつは自覚アップしてるのかなというふうに実感はでもすごく毎回あります。はい、やっぱり成長してるなっていう自分がこう分かるとすごくやっぱりテンションが上がりますもんね。はい、引き続きワークショップは頑張っていこうと思います。
そして、最新作映画突然恋人はじめ過去の私の全出演作品の DVD が発売中でございます。YouTube の方でひらがな佐藤美久で検索していただけますと、たくさんの予告編、映画の予告編がたくさん出てまいりますので、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。ぜひご希望の方はぜひうちの事務所までメールをお願いいたします。ではですね、この1ヶ月間全体を振り返りますと、やはりこう佐藤美との、番組の中でもそうですけれども、こうファンというか見てくださっている方がいるんだなというのをすごく実感することがやっぱり毎回毎回あって、今後もちゃんと続けていきたいなというふうに思います。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて、続いてのコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は全国で現在上映中のラプラスの魔女についてお話しさせていただきたいと思います。まずリサーチによりますと、この作品は大人気ベストセラー作家東野圭吾さんの同名小説を映画化されたもので、主演は映画単独主演としては神様のカルテ2以来4年ぶりとなる桜井翔さん、謎多き事件の調査を依頼された生真面目な大学教授青江修介を演じておられます。そして自然現象を予言するヒロイン宇原まどかをちはやふるチアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話の広瀬すずさん、まどかがその行方を追っている失踪中の青年天笠健人を僕は明日昨日の君とデートするどん天に笑うの福士蒼汰さんが演じてらっしゃいます。監督は数々のヒット作を手掛ける三池崇史監督です。そしてこの原作は東野氏デビュー30周年を記念作として2015年5月に出版されました。桜井翔さんにとっては東野作品は NHK ドラマ TOKIO 父への伝言2004年以来だそうで、特に人気の高い東野作品は数々映画化されてきましたが、この作品の、原作権も12社が競合してようやく映画化にこぎつけた話題作だそうです。脚本は社会現象となったドラマ半沢直樹 TBS 系2013年、原作池井戸潤などの八津博之氏が手掛けられました。あらすじはというと、妻の温泉地を訪れた初老男性が硫化水素中毒で死亡する事件が発生します。捜査を担当する刑事中岡は妻による遺産目的の計画殺人を疑いますが、事件現場の調査を行った地球科学専門家青江修介は気象条件の安定しない野外の計画を実行するのは不可能として事件性を否定。しかし数日後、被害者男性の知人が別の地方都市で硫化水素中毒により死亡する事件が起こります。新たな事件現場の調査にあたる青江でしたが、やはり事件性は見受けられません。もし2つの事故を連続殺人事件と仮定するのであれば、犯人はその場所に起こる自然現象を正確に予測したことになります。行き詰まる青江の前に謎の女宇原まどかが現れ、これから起こる自然現象を見事に言い当てる。彼女は事件の秘密を知る青年天笠健人を探しており、青江に協力を頼むんですが、彼女が持つ不思議な能力、ラプラスの魔力とは一体。そしてこの映画のキーワードになるラプラスの悪魔について少しお話ししておきますと、フランスの実際の天才数学者ピエール・シモン・ラプラスの言葉に、ある瞬間の全物質の力学的状態とエネルギーを知り計算できる知性が存在するなら、その知性には未来が全て見えているはずであるというものがあります。その言葉が意味する神にも等しい存在のことを後の学者がラプラスの悪魔と呼びましたとあります。
ということで今回はラプラスの魔女をですね、拝見させていただきました。まあ、なぜ私がねこの作品を見に行ったかと申しますと、ご存知の方はいらっしゃるかと思うんですけれども、私嵐さんがすごく好きでして、で櫻井翔さんが主演で、映画に出られるということで母と一緒に見に行ってまいりました。で映画の全体のストーリー展開についてなんですけれども、あらすじを、今ねお話しした通りこういろんな謎がたくさん出てくるんですけれども、こう解いていく中こういろんなこう衝撃というか衝撃のラストがすごく待ち構えているんですけれども、その過程がですねこう見ている側としてはもうハラハラドキドキで、この人がちょっと怪しいんじゃないとか、そうきたとかびっくりする部分がたくさんあるので、ぜひぜひ皆さん見ていただければなと思います。でですね、櫻井翔さん、そして広瀬すずさん、福士蒼汰さんの、まあ、お三方の演技についてなんですけれども、まず櫻井さんの演技なんですが、地球科学の専門家のということで、大学教授なんですね。で、その地球科学をこう教える生徒に教える講義のシーン、大学の講義のシーンがあるんですけれども、いやーもうさすがニュースゼロのキャスター櫻井さんっていう感じで、本当にもうスラスラスラと難しい、もう聞いてる見ている側としてはもう何言ってるんだろうっていう、すごいやっぱり難しい講義のシーンで、難しいいい話の講義のシーンで、いやーすごいな、違和感なかったです、もうすごいなというふうに思いました。である記事によりますと、福士蒼汰さんもですね、こうこの櫻井さんの、講義のシーンがすごく印象的だったというふうにおっしゃっておりまして、ですごく全く違和感なかったですっていうふうにおっしゃってたんですけれども、なんと櫻井さん全く意味は分かっていなかったそうです。もうびっくりしました。と思ってひたすらそのセリフを覚えるにを頑張りましたっておっしゃってまして、いやーあれを難なくと言いますか、すごく淡々とこなしている姿が本当に非常にかっこよかったです。はい。そして広瀬すずさんですね、この役のですね、ちょっとトラウマを抱えてる女の子の役なんですけれども、結構こう活発的な、こう今までの作品というか活発的な女の子であったり、すごく可愛らしい感じのこうイメージが結構強かった、私的には強かったんですけれども、こうトラウマを抱えたこう少女、女の子の役ってすごく上手だなというふうに思います。特に私も怒りっていう、ね、映画もね拝見させていただいてるんですけれども、感情のうまい、感情をうまーく使ってらっしゃるなというふうにとてもこの作品でも感じました。はい、そうですね。でまだ私より年下、広瀬すずさん、いやーすごいな、もう見習わなければいけないなというふうに感じていました。はい。そして、福士蒼汰さんなんですけれども、こう私のもう本当に勝手なイメージなんですけれども、すごくかっこいい役、仮面ライダーの、かっこいい役であったり、こう優しい青年のイメージがすごく強かったんですけれども、今回この作品を見て、こう結構ミステリアスな青年 の, 役だったんですけれども、でもただこう劇中というか、こうストーリー展開していく中で、こうビジュアルというか、こう着ている服であったりとかは至って普通の青年なんですけれども、ただこう物語が進んでいくうちに、その天笠賢人の根底にあるこう悲しみとか、こう憎しみがですね、ものすごくうまく表現されていらっしゃって、いやー素晴らしいなというふうに思いました。はい。なかなかね、こう感情をうまく使い分けるってすごく大変なことだと思うんですけれども、いや私も頑張んなきゃなというふうに本当に思いました。そして他の、出演者さんで印象に残った役者さんの演技についてなんですけれども、福士蒼汰さん演じる天笠賢人の父親、天笠再生を演じられた、豊川悦司さんですね、
本当に素晴らしい演技でした。非常にこの甘春再生の役が非常に難しい、もう見ていてうわこれはもう本当に難しい役だなというふうにものすごく感じました。おそらくというか撮影って大体こう、ま、前にもねお伝えしたと思うんですけれども順番物語の順番通りに撮影にはいかないんですよ。はい。でなので本当に過去から現在がこう行ったり来たりすることが多いんですけれども、その感情の入れ替えがものすごく綺麗で、こうやっぱり見ているこっち側も見ている側も本当に圧倒されました。うますぎると思う。もう本当に申し訳ない。もう本当になんか失礼かもしれないんですけれども、本当にうますぎると思いました。もう鳥肌が立ちました。見ていて。で、母も一緒に見てたんですけれども、本当、上手だね、とか。もう本当素人目線なんですけれども。はい。で、あるその記事でも、福士さんと、ま、親子ということで、演技を一緒に共演されている中で、かなり、福士さんも圧倒されたというふうにおっしゃっておりました。いやすごいなと思いました。ではですね、また引き続きまたいろんな映画をですね見ていこうと思います。以上、今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。それではここで私から改めて告知をさせていただきます。オープニングでも申し上げましたが、ネットアイドルカタカナで佐藤ミトとして、この番組佐藤ミクの女優道とは180度全く違うキャラで生配信番組をさせていただいておりますので、もしご興味のおありの方はぜひ一度カタカナ佐藤ミトでチェックしていただければと思います。また他のいろんなスケジュール等に関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤ミクオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして皆さんこの番組へのお便りをたくさんお待ちしております。ファックス番号047-303-3974 047-303-3974、メールアドレスは英語の小文字で fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp 佐藤ミクの女優道までお待ちしております。それでは佐藤ミクの女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤ミクでした。ありがとうございました。